動画の最初にごめんなさい。第1回エンドレス交流会やります。イエーイ。11月20日の日曜日に11時からやらせていただきたいと思います。大人数来た場合は2部制にする可能性もあるので、そこら辺はご了承ください。はい、場所は原宿で、こんな感じの場所でね、やっていきますので、視聴者さんとの距離を詰めるという目的でやるんで、トークメインでやらせていただきます。はい、その他にもチェキ会や私物プレゼントもやっていくので、暇がある方はぜひとも来てください。ぜひ来て、僕たちとたくさん話して好きになってくれればと思うんで、お母さんだったり友達だったり恋人だったりと参加していただければ嬉しいです。詳細はね、インスタの方に載せておくので、インスタもフォローしてぜひともチェックしてください。お願いします。お願いします。みんなのこと待ってます。よーよーよー。はい、じゃあ行きましょうか。はい、今回のね、部活対抗リレー俺も出ることにしたから。マジっすか。うん、もう俺も全然走ってないから最近。絶対1位で回せよお前ら。はい、分かったな。頑張ります。じゃあ頼むぞ。はい、頑張ろう。お疲れ様です。お疲れ様。いや、監督早かったっすよ。ああ、1位だったな。はい、おめでとうございます。すごい。いや、もう年だね、俺もな。いや、まだまだ行きますよ。めっちゃ早かったっすよ。お前のにいつも走り走り言ってるけど、はい、ちょっと目に減らすか。うわー、たわけねえだろ、お前。たわけねえだろ。まあ、この後の競技も頑張れよ。はい、はい、お疲れ様です。ポンコツ部集合だ。集まれ集まれ。はい、今日はね、体育祭を行うということで、なんと今日、ウェーイ、先生もウェーイ、殺すぞ、ね、今日はね、ポンコツ部、ポンコツ部のね、お前本当に殺すぞ。もうダメだ、そんな時な、殺されねえか。アンカーは私が走るので、イエーイ、ポンコツ部代表として一段に行きましたいと思います。頑張って頑張ってね。ほら、ほら、やばい、やだ。おい、ボトムどうしたんだ。おい、僕らポンコツライダーズ。ポンコツやな。はい、こちら授業。はい、人ずれてるぞお前。はい、もう一回乗し踊れ。言うとお前時間かかるか。あります。やり直せ。すいません。早く。おい、お前やろ、このままだと更新練習だけで終わるぞ。はい、真剣にやる。一発ビシッと。はい、はい、じゃあね、更新練習からやっていくよ。おーい、行きます。ずれてるね、はい、おばくん歩き方違うし。はい、はい、じゃあ2回目から決めてよ。はい、行きます。あ、ゆうたくん、ゆうたくん、ゆうたくん、早い。みんな止まる、しっかり。なんでそう自分団体行動なんだよ。はい、しっかりやるの。はい、マット君はいい返事だね。はい、間違う、もう。
ブラポンコツライダーズ。補強層が一番だるくね。だるい。やる意味あるこれ。ね。な、リレーならわかるけど。俺らリレー控えてるしな。な、ちょっと手抜かね。手抜くか。本気よくやめね。疲れちゃうしな。疲れるし。うん、どうしよう。お前絶対手抜けよ。いや、お前が抜けよ。お前裏切るんだよ。いや、あるあるだから、お前。位置についてよーい、ドン。おい、アキト。おい、アキト、お前。おい、シャー。おい、なんでも本気走ってんだよ。手抜くっつったじゃん。いや、手抜いたよ、結構。は？結構抜いたよ。なるお前。いや、マジ。やば。あー、もう体育祭徒競走めんどくさいからさ、はい、ちょっと俺ら手踏まね。あ、いいよ、全然いい。俺手抜くたいね。めんどくせえもん、走んの。もうビリの方がだってかっこいいなんか。確かに、絶対ビリが一番好き。やる気ないやつがかっこいいみたいなとこあるじゃん。だってビリってあれじゃん、うん、ビリーブートキャンプ見てえな感じあるじゃん。うわビリーベートキャンプやん。絶対あれだもん、かっけえもん。まあ言ったかんね、ビリな。うん、手抜こう。お前手抜くって言っただろ。おい、お前が本気出してるからよ。お前本気出してんじゃねえかよ。早く手抜け。お前ビリの方がかっこいいよ。分かってるよ、ビリになろうとしてんだろ。おい、お前さ、手抜くっつったじゃん。お前全然、お前だろ手抜いてないの。俺1割しか走ってねえや。俺も全然今手抜いたからな。お前手抜けよ。はい、みんなお疲れさん。あ、この後はね、羽目を外さないように各自自覚を持って、行動してください。はい、はい、なんか秋田さ、予約とかしてくれてるもん。さかあ、サイゼリアよくせえ。さすがです。すごい、やっぱサイゼでしょ。もう感じです。じゃあ打ち上げ行く人だけ手挙げて行きます。ニャノフドリア全員行きそうだね。じゃあもう、そのまま移動しちゃって OK。 サイゼリアで打ち上げしましょう。うわー、盛り上がろうぜ。行こうぜ。アキさん、もちろん打ち上げ行けんしょー。打ち上げ行くよ。当たり前。うん、ナイス。今日ジョジョ予約してあるから。ジョジョへ。ジョジョ行くよ。行くー。エコバッグ、アキトさんのおごりです。お前はガチかよ。任せろ、任せろ。じゃあ、人数だけ確認してやからさ、ちょっと手あげて。はい、行く行く、絶対行く。お、全員来そうだね。そう、クラス29人だから。そうだね、28名予約してるでしょ。うん、してある。出た。オッケー、じゃあ、このままね、新宿東口店の。田村来ないの？田村来るよ。とりあえず28人で予約してあるからね。じゃあ行こうか。行こう。徐々に東口集合ね。でかい。低いんだよ、お前の地区の位置だいたい。ここか。怪獣やん。はい、違います。やばい。はい、こっち。お前の乳首高いな。高すぎる。鎖骨だから。ねそこで。あ、もう見える。これや。これや。押してみて。押す。違います。絶対違うでしょ。こっち。まだ。なんで俺が。あ、お前そこ。こういうの入れないから。見たらわかるから。あー。やっぱポン。線。コンツ線。あー。やっぱ。ポンコツ先生はポンコツやせな。ああやっぱポンコツ先生はポンコツやな。すげえ、できた。できないもんかと思ったらできるんだ。あー、できた。すでにはい、動かないです。いや、はい。うわハハ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 ハ
お前は俺の宝だったからのパワハラだパワハラやでさおむつ履いてんじゃんムッキムキだよこれすごケツパンパンだぜ小学生あるある走ってる時に止まる時に絶対やるやつやるこれめっちゃやった100人中40人共感です中途半端、まあ、まあだいぶ共感だよねはいこれはいこれ小学生あるあるですああ共感はどれぐらいでしょうかこれ、はい、これ共感どれどれぐらいこれ取ろうとしたらいいああこれそれはね100人中40人が共感ですこれはつまらんと100人中40人これは持っててこれはやばいこれえぐいねあこれやばいこれやばいでしょ40人一緒じゃんこれザーと一緒ザーとこれジョジョイン東口集合ででかいよろしくえじゃあ大丈夫ないでしょあいつは来ないでかあいつは誘わねえよ誘わねえよそうだけねえだろやだろでっかね今日大丈夫でマジでマジあいつ来ると肉がねまずくない本当にそうおごりやだろいつついてこないでおごりついてこないでしょ俺のおごりだから俺じゃんパパ太いから大丈夫実家太いからじゃあ、ジョジョ俺ここまでワンちゃん金もらうってのはそうだワンちゃんおたてよ立てておたておい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 なわけドッキリだよバカタケがよちょっと待ろうちょっとだけ貸してあ、全然いいよありがとうありがとうありがとうこれで一回行こうや行こう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 俺ら先行こうや行こう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 よっしゃ田村を殺します。田村を殺しますで俺が行きます。ゲームセット。うわ11月20日になんと僕ら交流会っていうのをぶち上げるんでおいぜひみんな来てくださいね。いやこれ来てほしいね。ぶち上げぶち上げぶち上げぜひエンドレス会いたい方、ぜひ来てください。みんなで話し合おうぜ。テキーラパーティー。テキーラパーティー。やんねえよ。ショップあげるれ。やんねえ。それでは、この動画面白いと思った方は、チャンネル登録、コメント、高評価、ご理解の予約、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ジョイ今日も見てくれてありがとう。エンドレス初の交流会、ぜひみんな来てね。明日の動画は野球の強豪弱小。それじゃあ、また明日。